境内熊本県五国神社は、熊本県熊本市中央区にある神社である。明治維新から太平洋戦争までの国難に準じた、熊本県出身、または、縁故のある戦没者、約6万5千柱を祀る。また、境内には、女性の身でありながら危険な前線で、敵味方を問わず、傷病兵たちを献身的に看護して敵襲により、犠牲となった。 十軍看護婦たちの慰霊碑が混流されている。明治二年、熊本藩主、細川義国と細川森久が、明治維新に準じた、藩士百五十柱を祀るために、市内下岡山に商喚者を混流したのに始まる。明治七年に、関西の商喚者となり、昭和十四年、商喚者の制度改正により、内務大臣指定の熊本県五国神社となった。 昭和19年、市内、黒上町の立田山麓に社地を得て、新しい社殿の造営を開始したが、終戦により中止された。昭和28年、現在地である、かつて商魂祭が行われていた藤崎台、商魂場跡にて、社殿の造営を再開し、同32年に竣工、先座した。花岡山のかつての社地は、飛び地境内、花岡山商魂社となった。 熊本県関係の公務殉職者の例を昭和39年に軍事工場で被爆した学徒戦没者の例を翌40年に合祀した昭和34年神社本庁の別表神社に可列された。ありがとうございます。